さあこの人も今シーズン出番をもらってこの場に慣れるというそんなシーズンだったと思いますが、初球を叩いてセンターの前に運びました。初球から積極的に行きましたね、黒田さん。いやいいバッティングしますよね。はい、さあそして俊介、これが昨日の試合を決着する9回のサヨナラ犠牲フライ。いや意外だったんですが、サヨナラは初めてだったんですね、俊介ね。そうですよね、そういう場面であまり出てないんじゃないですか。なるほど、歓喜の輪の中におりました俊介。今日はスタメン8番センターで起用されています。まあ、表の守備でもいいところ見せましたしね。そうですね、あの右中間の、ね、はい、守備ね。このシーズン終盤になって調子がいいんだって金本監督も話していましたけれども、状態がいいということですよね。だから今日スタメンなんでしょうね。ノーアウト一塁というところで三塁線わずかに左、一塁ランナー板山。さあ立ち上がりから両チーム毎回塁上ランナーがにぎわす、そんな展開になっています。これ見る方のお客様にとっては楽しいでしょうね、どんどんチャンスがね毎回毎回あって。でもピッチャー球数が多くなってしまうとね。そうですね、やっぱりね、早くあの交代ですからね。ワンボールツーストライク、俊介追い込まれました。難しい球をファウルします。ここまでタイガースは初回から北条、原口、ゴメス、板山と、まあ、今シーズン超変革で売り出した選手がヒットで出てますね。まあ、高山、原口、ね、板山ですから、はい、中堅どころチャンス拡大といきたいところなんですが、これは面白いところに飛んでいったワンランヒット。さあ板山は三塁に向かいました。タイガースも7番8番でチャンスを作ります。背番号17、詰まった当たりだったんですが飛んだコースが良かったですね。それと、まあ、板山の判断の良さですよね、はい、これはもう間違いなく落ちるなと思うや三塁を陥れました。巨人の中井が打った時もね、はい、あれですよ、いや小林が打った中井の判断悪いからセカンド止まりましたよね。